皆さんこんばんは。8月20日のショーチャンネルです。今週は本当に悲しいニュースがたくさんありました。コロナの感染者数は東京はどんどんと増えて、5000人台に乗る日も結構多くなってきてしまっています。その中で家族3人で感染をしてですね、家庭内感染をして、そして自宅療養の中、お母さんがですね、40代の女性、お母さんが亡くなってしまうという、このような出来事がありました。そしてもう一つの出来事は、お隣の千葉県なんですが、感染をした妊婦さんがですね、もう中等症でした。そして赤ちゃんを早産をしてしまって、連絡はしていたんですが、入院するところがなくてですね、自宅でしかも一人で出産をして、そして早産ですから赤ちゃん処置をしないと生き延びることができません。生まれた後にようやく救急搬送を赤ちゃんがされたんですが、助からなかったと、死亡したという本当に痛ましいことが起こってしまいました。これまでも私たちは春頃にですね、都立の病院で妊婦さんがコロナ病棟になるということで転院をするということがあって、そしてその転院のニュースの後にようやく東京都の方が転院とか差額を持ちますとよということになりました。それが出るまでの間も含めて、私たちは厚労省の方に国が責任を持って東京だけではなく全国一律で赤ちゃん、そして妊婦さんを支援するんだという方針を打ち出してほしいという要望に行きました。しかしですね、これ全然動いていただけなかったんですね。本当に妊婦さん、そして赤ちゃんを守るという気があるのかということで、大変にがっかりをしたという記憶があります。そして今回本当に痛ましい事件が起こって、私は今日党の方のコロナ会議がありましたので、その場で厚労省に対して、病床が今非常に逼迫しているのであれば、コロナにかからないということが非常に重要になってきます。そして妊婦さんは妊娠後期になってきて罹患をするとですね、早産をしてしまうということも分かってきています。ですから、これしっかりとその優先接種の対象にしなくてはいけないのではないかと、皆さん思っているというふうに思います。事実、2009年のインフルエンザの時には妊婦さんは優先対象になってたんですよ。しかし今回未だになっていないんです。ですから早めに早急に対象にしてくれという要望に来ました。午前中と言いますか、その会では厚労省の方が10月ぐらいまでにはその答えがみたいな感じなことを言っていたので、遅いわということで、それではダメですと、この後に申し入れに行きますから少しでも早く対応していただきたいというふうにお願いをして、午後4時から申し入れに厚労省に行ってまいりました。私の方からは、もちろん妊婦さんのワクチンの優先接種をするようにということでお伝えをさせていただきまして、だいぶ前向きな回答になりました。なるべく早めに早急にですね、方向性を出したいということでした。こう言っていただけるということは、つまり結構早めにですね、その方針が打ち出していただけるのではないかなというふうに思っているところです。10月なんて言ってたのは本当にとんでもないことですよね。妊婦さんはほぼ全員がですね、妊娠をしたら妊娠後期に移行するわけです。ですから、そのほぼ全員が妊娠後期になるということになりますから、ワクチンは打って、そして重症化を防いで、そして早産を防いでいくということは非常に理にかなったことになっておりますし、重症化リスクが本当に最近分かりましたから、早産のリスクですね、早めに手を打つ、早急にインフルエンザの時のように優先接種の対象に入れるということが重要になってくるというふうに思っています。今はですね、20代30代、40代の方も妊婦さんいらっしゃいますが、40代は私も含めてワクチン予約ができるようになってきています。取れるかどうかはまた別なんですが、一方で20代30代の方はですね、まだまだ接種券すら来ていないような状況で、いつ予約ができるかどうかもわからないというのが、これ本当に今の一番のポイントなんですよ。ですから妊婦さんに限ってはですね、例えばかかりつけ の産婦人科で打ってもらう、産婦人科も小さなところから大きなところまでありますが、産婦人科の方の書き込み等を見てみると、自分の病院それなりに大きいので、そのワクチンさえ来ればですね、しっかり打ちますというようなツイートも見たりしました。そうしたことも含めて、
しっかり検討してどうやったら早く妊婦さんに接種をしてもらって、そして妊娠後期の早産を防ぐことができるかということを厚労省に強く強く要望をさせていただきました。その他のベッドのこととかですね、さまざまな申し入れ今日こちらの方に6項目してあります。ぜひ下にリンクを貼っておくので読んでいただきたいと思います。本当にコロナかからないことが一番です。私も本当にいつかかるのかもう分からない状況になってきてます。本当に極力気をつけてますし、車の中ではなるべく喋らない、そして窓を開けると、今日申し出の時なんかもですね、みんなで並んでいると後ろ窓開けましょうみたいな感じで、すぐにそういう声掛けもできるようになってきてはいるんですが、その対策で追いつかないという可能性も出てきておりますから、とにかく皆さん自分がかからなければ自分が移すことはありません。そしてワクチンはやっぱり副反応出てしまう方いらっしゃると思いますが、基本的には打っておいた方が安全です。自分も守れるし他の方を守ることもできるということで、皆さんぜひいろいろと前向きに検討していただきたいなというふうに思っています。今日はこれからこの後ですね、インスタライブにノーユースノージャパンの方の、インスタライブに登場30分間いたします。夫婦別姓ですかね、夫婦別氏について、私も別氏支援とかその賛成をしておりますので、そうしたことも含めてしっかりとですね、皆さんと30分間若い方とお話をしていきたいなというふうに思っています。それではまた来週、週末はですね、おしゃべり教室もこちらも司会をさせていただくようになっています。なんか本当に今週は疲れてですね、なんかこの辺にクマができてしまっていますね。皆さん本当にコロナ気をつけてください。それではまた来週。